列車便所。列車便所は、鉄道車両の車内に設置される便所。鉄道早々機には列車への便所設置はなく、乗客は途中停車駅での休憩時間に慌ただしく、用を済ませる必要があったが、鉄道網の延伸で19世紀中期には長距離の鉄道旅行が普通になり、欧米の鉄道では車内に便所を設けることが一般化した。 長距離運用のあるアメリカなどでは、ディーゼル機関車の車内に便所を設置した例もあったが、日本で機関車に便所を設けた例はない。長距離列車の場合でも、機関士、運転士は、通常2時間程度乗務し、所定の駅で別の要員と交代するため、便位は長距離乗務のある車掌ほど、深刻にはならないとされたからである。なお、JR 貨物では、簡易トイレを持参している。 運転士もいる。ヨーロッパのように、陸続きの鉄道やアフリカなどの治安の悪い国々の鉄道では、無線乗車者、密、入国者、麻薬乗用車等の犯罪者が潜伏する恐れがある。ため、ホーム停車中はトイレが施錠され使用禁止とされている。例もある。自動小銃を警告した警備員が警戒に当たっている場合もある。日本でも不正乗車をする利用者が中で、 社内改札、検察を逃れる、ケース、通学の中、高校生などが中で喫煙するケースや、内部で放火などの犯罪が行われたりするケースが、後を絶たない。開放式とは、汚水管を線路上にそのまま開放し、自然流下させている方式を言う。俗に、垂れ流し式とも。英語では、ドロップシュートトイレット、落下式便所、または、ホッパートイレット、 お物は高速運転中であれば自然に線路上に飛散し、屋外環境において自然に風化、消滅することを期待されている。列車便所では最も原始的な方式であるが、日本の鉄道でも19世紀末から100年以上にわたり、開放式が実用されていた。ヨーロッパでは高速列車以外では未だに多く残っている。開放式の場合、 列車走行中でなければお物は自然飛散せずにそのまま直下に流化してしまうため停車中には使用しないよう注意書きが掲示されることがある。またトンネルや地下線区間でも風化を期待できないため使用が禁じられている事例がある。線路等の鉄道設備への衛生上の影響や沿線住宅地域への悪臭等の被害など郊外、郊外、郊外と呼ばれる問題が生じることがある。 最初に列車便所に貯留式便槽を設けたのはイギリスで地下鉄線に直通する客車の汚物飛散対策として1910年頃に実用化したのが最初である。日本における導入は1950年代までずれ込んだ後日。2008年に北海道旅客鉄道 JR 北海道が列車便所にバイオトイレを導入する研究を 札幌のベンチャー企業、バイオラファーと茨城の機械製造企業、スターエンジニアリングとの共同で行った。おがくずに専用の細菌を混ぜたものを分解層に入れ、その中でお物と攪拌することで分解処理し、二酸化炭素と水に変えるものである。従来は低温に弱いのが欠点であったが、新たに研究された低温に強い足泥菌の導入で可能となった。 タンクからのお物の抜き取り、及びお物の処理には多大な費用を要しているが、バイオトイレでは、金の交換、各半とヒーターの燃料費がかかる程度で、大きなコストダウンが見込まれるとした。その後2009年には、流氷の6個号の客車1両に試験的に搭載された。短距離向けの通勤用車両の一部を除いて、日本の旅客用鉄道車両の多くは車内に、 乗客用の便所を設置している。それらは車両内の限られた空間に設置される必要性から通常の建築物に設置される便所とは多分に異なる性格を有し独特の発達を遂げてきた。日本の鉄道では階段上の床板にはめ込まれた和式療養便器かもしくは洋式便器を設置するのが普通で室内片隅には 小型の手洗い機が設置されている。また、特急列車などの優等列車に設置される列車便所は多くの場合隣接する形で洗面所室が設けられている。通勤軽車両については本数が多く乗車距離が短い大都市への導入がほとんどであるため便所が設置されることはあまりないが地方では乗車距離が長い傾向にあるため設置される場合がある。 国鉄 JR においては、国鉄時代は、機動車である、キハ35型とキハ38系霊番台では長距離運用が想定されたため、製造時から便所が設置され、旧型国電においても、地方への転出に際して設置した事例はあるが、新性能電車で便所を設置した事例はない。JR 発足後は、地方でも通勤軽車両が導入されるケースが増加したため、 便所付きの通勤軽車両が増加している。私鉄では乗車距離が長い料金不要の優等列車にも使用されることがあるため、近畿日本鉄道、東武鉄道、小田急電鉄、西武鉄道では通勤軽車両であってもところを設置した事例がある。このうち現在でも便所付き通勤型車両を保有しているのは近鉄と西武である。列車トイレで使用される。 トイレットペーパーは一部の列車を除き設置されていないケースが多かったが、現在では追設、または車両申請当時などからすでに設置されているケースが増えつつある。旧国鉄時代から現在の JR や各地鉄各社がトイレットペーパーを使用しているメーカーは、大王ペーパープロダクツ、旧西新房の白樺が多いが、現在はそれ以外の多数メーカーも使用している。 JR 九州では乗車券を再生に使用した切符生まれというトイレットペーパーを駅も含めて使用している。日本の和式列車便所の特徴的な形態として元来かがんで用便する形態ながら男性が立って雇用する用途にも使いやすいよう床を二段式として便器交換を手前側に突出させていることが挙げられる。この形態は療養便器、列車式便所ないし、 汽車便、汽車便と呼ばれ、面積の制約から男性用小便器を独立して設置できない住宅などにも昭和初期から取り入れられるようになった。古くは便器口端を突き出させた構造は後年と同じであったが、床面から20センチメートル程度便器が宙に浮いたような作りになっていた。便器周囲は配管がむき出しで床は設けられておらず、便器両側には かがんで養便するための踏み台が設けられ、その天板は石板を用いていた。だがこれでは、便器周囲に飛散した汚物を完全に清掃することが難しく、不潔であるため、1949年以降の鉄道車用、湘南電車こと国鉄80系電車以降は、家屋同様に、便器周囲に完全に床をつけ階段状とし、合わせてタイル張りとすることが普及した。 この階段状の便器を考案したのは、島秀夫であり、後に彼の名字を取って S 式便器と呼ばれるようになった。さらに1950年代後半以降、列車便所内装にはアルミニウムプラスチックの化粧板や二類化剤が用いられるようになり、より清掃しやすくなった。1960年代後半からは、強化プラスチックによる一体成型型便所も用いられ、組み立て、 清掃の省力化を図っている。走行中揺れるため、便器の前の壁に手すりが設けられている。また便器は走行中揺れることから、一般の水たまりのあるトラップが付いた便器は採用されず、鉄道車両専用便器が採用されている、ごく一部の車両にはトラップ付きの一般の汎用便器が付いた車両存在する。戦前の日本の鉄道では、 洋式便所の例は初期を除いてほとんどなく、外国人の利用が想定される、優等車用、かつての1.2等車、現在のグリーン車などであっても、和式便器上に別体の便座を適宜取り付けて、洋式便器の代用としていた。ドイツ人建築家のブルーノタウトは、合理的なアイデアと評価していたが、実際には不潔で評判が悪かった。列車便所に洋式便器が、 本格普及したのは、スロ60系、特別二等車、現在のグリーン車が登場した1950年以降で、当時の新中軍の要請がきっかけである。囲碁誘導車両は、洋式、和式便乗、各一箇所ずつ配置するようになったが、1990年代以降は、バリアフリー化の動きや、乗客のニーズに伴い、普通列車用車両でも障害者や老人が安全に、 利用できる、洋式機のみを設置する例が増えている、JR 四国のように地域性を理由に、洋式便器の導入には消極的なところもあるが、全体としては、洋式便器への移行傾向が強い。他社との便座共用を嫌う旅客の意に対しては、当初は電動巻き取り式のポリエチレンを追い巻く付き便座を用いた例もあったが、修道部の故障が多く、 一般の洋式便所と同様に便座洋式紙、もしくは消腐機取り液の設置が一般的になりつつある。男女共用の便所の他に男性専用の個室を設置することや、逆に女性専用の個室を設ける、あるいは男女別の洋式便所を設置するケースもある。列車便所は手洗い用のシンクを共に設置する兼ね合いもあって、比較的早期に推薦装置が採用された。 当初は、客車に動力がないので、便所上の屋根裏に、水タンクを収め、重力効果で水を供給するという構造が、基本であった。配管は、天井板から便器まで壁を伝って接続され、途中に、手動式の洗浄弁が設置された。しかし、手動弁は、尿などの悲惨で不潔になりやすい欠点があり、また、木造車体であった、当時の客車では、 屋根裏に設置できる水タンクの容量にも、スペースや旅負担の面から限界があった、約357リットル。そして、1929年から1931年にかけて、客車の空気ブレーキの取り付けが行われた際に、副次的効果として、圧縮空気タンクの標準装備下で、空気圧を車内設備に使用できるようになり、これまで、 屋根状に設けられていた水タンクから重力で水を落とす機構を床下のタンクから水を押し上げられるようになったことで水容量が屋根水タンク時代357リットルから床下タンク下で約50リットルに増加したこの際足元に足踏みペダルを設置して水洗用ポンプを作動させる方式が採用された以降近年までの長きにわたって 列車便所の推薦装置は、手洗い木ともども足踏み便作動式の車両が多かった。しかし、足踏み式では、足の不自由な旅客が扱うことが困難であることが指摘され、1990年代以降は、航空機同様なボタン操作の電動式や、さらに進んで赤外線感知器に手をかざすことで作動する小便が、手洗い木ともども普及を見せている。 また近畿日本鉄道等の一部車両のトイレにおいてはフラッシュバルブ給水による洗浄が採用されている例も存在する列車便所の戸口には通常一般建築の便所の個室同様に都上が装備されている例外として戸口に背を向け立ったまま利用される男性証便所では都城なしの開き戸を使い外から後頭部のみが見える小窓を設けて設備を 簡略化する事例もある。途上に連動して使用中階中を特地脇に表示する事例は古くからあったが、1951年に製造された国鉄の急行用客車スハ43系では、客室の乗客向けとして新たに便所使用知らせ等が新採用され、便所の途上を施錠することで、途上に連動したスイッチによって、 客室内車端部壁面の知らせ灯が点灯する仕組みである。席を立たずとも座席から壁面の灯下を見て空き状況を確認できる利便があり、便所使用知らせ灯はスハ43系以降、車両の客室の標準的装備となった。現在新造されている車両では、車両客室内に時計や電光掲示板などとまとめて掲示され、 旅客向け案内の一部として表示されている。近鉄2020 20系電車、名鉄2000系電車など車内案内表示装置に液晶モニターを使用している車両ではそこに表示されるようになっている。なお、施錠が不完全であると、知らせ等のスイッチも作動しないことがあり、扉の具合や途上の部の形状によってはそのまま回避可能になってしまう。 列車便所は一般の便所に比べ、走行音、機械音などを、列車特有の騒音によって内部の様子がわかりにくく、プライバシーや他の乗客に対するマナーの面からも、利用者は施錠に注意する必要がある。バリアフリー対応のトイレは、電動式のドアが備えられているが、閉ボタンを押しただけでは施錠されないため、なお、建物内に設置された同様のトイレでは、 トイレ内部の閉ボタンを操作すると同時に施錠されるタイプが多い必ず別にあるノブを回して施錠するトイレ内にもその旨の注意書きがあるトイレ内部の閉ボタンを操作後施錠がない場合音声で施錠を促すメッセージが流れる車両もあるまた逆に自力で解錠できなくなった急病人や子供が施錠状態の便所に閉じ込められたり あるいは、列車の振動で、途上が一人でにかかってしまったりするなどの事例もあるが、このような事故では乗務員が専用の外鍵を用いて、除場する。古い時代の列車便所は、比較的大きな窓を備え、石目ガラスやすりガラスをはめることで、最高止め隠しを両立させていた。上部をわずかに開閉でき、換気を行えるようにもなっていた。しかしその一方で、 備え付けの照明は暗めの白熱灯であり、トンネル内や夜間の利用では非常に暗く不便であった。1958年登場の151系を皮切りに1960年代以降最高窓は小型化され、一方で蛍光灯を装備するようになって客室並みの明るさが確保されるようになった。また列車便所にも 電動換気扇が設置されるようになったことから、車体工作の簡略化を図るため新幹線車両を、皮切りに、便所の窓を設置しない例が増加し、1980年代後半以降の新車では、便所への窓設置は珍しくなっている。列車便所は口述のように、汚物処理装置の完全整備のため、旧来のものに比べ複雑化、費用上昇してきている。 特にお物処理装置を設置した場合、車両基地にお物処理地上設備を設置して、処理を行必要があるが、費用面、近隣との環境面から基地に処理設備を設けられないことがある。車両基地にバキュームカーを乗り入れさせ、車両のタンクから汚物を抜き取っているケースもある。これらを理由に、列車便所自体の封鎖、ドアノブを外したり常に作業状態にするケースが多い。撤去。 トイレのない車両の導入などを行うことが、地方路線を中心に存在する、関東鉄道基波300系、長野電鉄2100系など。また、都市部の路線では、大半の地下鉄路線をはじめとして、トイレを設置していない車両が多い。同じ線区でも、特急列車には設置していても、普通列車には、設置しない、ケースある。利用者の乗車距離が短いことや乗車スペースを、 確保するためなどの要因が挙げられる。しかし、本数が少ない路線では不便になるため、JR 西日本のキハ1 2 0系などトイレを追設させたケースある。代替心臓車への設置や封鎖措置車に汚没処理装置を取り付けて、復活、封鎖を解除させるなどの例もある。新設、改造を問わず、バリアフリートイレ化により従来よりもスペースを、 拡大した点を生かして、折りたたみ式のベビーベッドを設置、同一室内に洗面所を組み込むケースもあるしたり、隠れ喫煙などによる火災発生の防止のために煙探知機を設けるケースもある。また、前述の技術革新により便器洗浄に要する水量を節約できるようになり、余裕分の水を生かし、サービス改善の観点から温水洗浄便座を導入するケース、例。 近鉄22600系電車も見られるようになってきている。また、電車の場合は、事故や沿線災害などで、停電発生時には使用できなくなるという欠点もある。機動車では発生しない。ただし、エンジントラブルなどで、サービス電源が得られなくなった場合に使用不可能になる。また、客車の場合は、保存以外の目的で現存している14系、24系、 3 5系4 0 0 0番台、e 2 6系、7 7系のいずれもが、電革管や電気機関車原因であるか否かに、かかわらず自前ディーゼル発電セットでサービス電源を得ているため、停電や機関車の故障による使用不可能の可能性はほぼない。日本でも1872年の鉄道開業以来、しばらくの間は列車への便所設置はなかった。やむにまれず、 窓から放尿したため10円という高額の罰金を取られたという逸話がしばしば品のない義家と共に伝えられている。日本で列車の車両内に便所が設置されたのは1876年に関節鉄道神戸工場で製作された形式 AJ 後の1号5両車、初代を講師とする。他には1880年に北海道の鉄道向けに寄品車として アメリカで製造された開拓志望客車の例もあるが、一般旅客向けの客車に便所が設置された最初は、山陽鉄道が1888年に英国から輸入した上等車であり、関節鉄道では1889年の東海道本線全線開通時である。同年、政府高官の日田浜五郎が東海道線列車が藤枝駅に停車していた際に、 駅弁所に行っていたせいで列車に乗り遅れかけ、これに飛び乗ろうとして線路に転落死したことが、鉄道車両への弁所設のきっかけになったとする通説があるが、実際にはこの事故以前から、弁所設置は計画されており、イギリスへの弁所付客車の発注記録も残っている。東海道本線全線を直通する列車の運行に備えての措置である。 1900年に施行された鉄道運輸規定の第32条に3時間ショなくとも1回5分以上停車、セサール列車に、破格客車に便所の備えあることを押すと規定され、長距離を運行する客車は、ほとんどが便所付けで申請されるようになる。初期の便所付き客車における図面上の便所区画を見ると、貴賓車、上等車では、同時期の欧米同様に、 平らな腰掛け中央に丸穴を開けて、腰掛け式便座とした洋式便所が導入されていたことが伺るが、当時の日本の実情には適さず、早期に和式便所に移行した。電車への便所設置の最初は、1911、明治44年の南海鉄道、現在の南海電気鉄道の電符一型からで、当時日本最長の電車運転、南波和歌山。 約 60km を行っていた南海鉄道では所要時間が2時ほどかかるため、造備車の電算系、電動車にこの電付一系、制御付随車を連結して運行を行っていた。国鉄では、便所付き電車は1923、大正12年に完成した、左派43,550型で、本来、東京・熱海区間、 100km 以上を走ることを想定していた車両だった。このため、セミクロスシートが、同年の関東大震災による、東京近郊の被災車両の穴埋めに、電動車で波43,200型などと共に回され、二等車を、のぞきさん、扉ロングシートに改造、製造済みの車両の便所も全く使用されることなく、すぐに撤去れてしまい、 その後比較的長距離を走る横須賀線の32系、電車サロハ46サハ48型に便所が取り付けられたのがだいぶ後の1935、昭和10年になってからである。なお、機動車への便所設置は、中国鉄道、現在の JR 津山線のガソリン動車である、キハ220系、130型が最初で、1932年のことである。 貫通制度のない時代の貨物列車に連結された、緩急車には、便所が設置されず、初期の貫通制度である、真空ブレーキが普及しだした時代も同様であった。貫通制度の普及した1926年に、軸客車から改造製作された、予布6000系、後の予布1系及び予布7000系、後の予1500系では、種車に設置されていた便所はそのまま残されたが、 初の構成車掌者となるように線形、1937年製造では、便所の設置は見送られ、合わせ作り関急車も同様であった。ようやく便所付けの車掌車が登場したのは、旅客車両から遥かに下った太平洋戦争後である。1951年から、新製、改造で増備された急行小口貨物列車用の、 ボギー有害車は機系の車掌室付き型ワムフ100型が最初であったが少数例でその後は1960年代に高速貨物、列車用ボギー貨車でゆっと構造の車掌室が設置された際に便所付けとなり二軸車掌車に便所が本格的に普及したのは国鉄最後の新生車掌車であるよ8000系1974年から1979年 製造であった。明治時代以来、列車便所はもっぱら、開放式と称して、汚水管を線路上にそのまま開放し、自然流下させるもので、便器の穴から線路が見えるストレートな構造のものもあった。古くは、鉄道沿線に住宅がほとんどなく、田畑においても下萌えが徴用されていたような時代もあったにせよ。 沿線の都市化が進んだ戦後に至るも昭和の末期に国鉄が分割民営化されるまで実態は長年にわたって変わらなかった。1880年代以降1950年代までの改良は客車床板にただ穴を開けただけの初期の構造、開拓志亡や東海道線の初期列車便所から開放位置を低くするため床下に、 点灯状ないし格闘状の流し下を折り付け、さらにはその流し管の先端にゴム製ののれん状のシルベフーを取り付けて極力地表面に近い位置で飛散させるようにする程度で根元改良には程遠かった。いずれにせよ列車走行中でなければお物は自然飛散せずにそのまま直下に流下してしまうため開放式便所の戸口には停車中は使用しないでくださいという札がついていたが、 それにもかかわらず使用されることは少なくなかった。また、夜行列車が数多く運行される線区では、終着駅到着直前の朝、イコール通勤時間帯に、便所利用が集中することが多かった。このため、当該沿線住宅地域では、お物飛散被害が生じ、またトンネルや地下線路内では、 拡散が期待できず、多くの主要を駅構内では夏場に異臭が漂うなど、古くから問題が多かった。加えて、車両や線路をも汚すため、補線区員や信号通信区員など、鉄道の保守、整備、工事に従事する職員らからも批判が強かった。JR グループでは、2002年3月に北海道旅客鉄道、JR 北海道の車両を最後に垂れ流し、 便所付け車両の運行を終了した例外として垂れ流し便所を閉鎖した上で運行している車両は存在する。日本では早くも1952年頃から垂れ流し便所のやばちさが指摘され、1958年には国鉄と小田急電鉄がそれぞれ独自に貯留式の装置を実用化した。この方式は初期の新幹線車両にも用いられている。 もっとも初期の単純な貯留式では洗浄水によって数時間の運用で汚物が溢れ出してしまうため一般化はしなかった。新幹線でも東京から新大阪間一往復で便装は満杯となり車両基地での汚物抜き取り時間確保に悩まされた。国鉄在来線の列車にタンク式トイレが装備されたのは1969年の寝台列車からである。 従来の糞尿垂れ流し方式では、工事職員、保線区員、信号通信区員などは、列車通過時の線路脇での退避中に尿を浴びることが、たびたびあったのだが、タンク式トイレが装備されるようになったのは、工事職員の要望が国鉄執行部に受け入れられたからではなく、沿線住民からの衛生的に良くないという他の苦情を受けてのものであった。なお、 1965年に当時の清掃法において特別清掃地域内において便所が設けられている車両を運行する者は当該便所にかかる資料を環境衛生上の支障が生じないように処理することに努めなればならないという条文が付け加えられ法的にも垂れ流し便所を改良しなければならないことになった2018年現在適用されている 廃棄物の処理及び清掃に関する法律においても、第5条第7項に、便所が設けられている車両、船舶または航空機を運航する者は、当該便所にかかる資料を、生活環境の保全上支障が生じないように処理する、ことに努めなければならない。と規定されている。国鉄は汚物を流す際、水ともに処理液タンクから、タール系の処理液を混合して、その後、 処理機で混合、粉砕し、脱臭タンクで殺菌、脱臭して、社外排出する粉砕式汚物処理装置も開発し、1960年代に20軽新大車など一部の車両で用いた。しかし消毒、硬化しているとはいえ汚物を外部飛散させていることに変わりはなく、1987年の国鉄分割民営化までに廃されている。また、 貯留式の洗浄水問題解消のため、家庭用として商品化されている泡洗浄方式、簡易水洗式便所の応用も使用され、近畿日本鉄道などで用いられた時期がある。本命となったのは、循環式で、汚物タンクに水と薬剤の混合液が入っており、この液が便器の洗浄液として、フィルターを通してポンプにより循環する方式である。 すでにそれ以前の1950年代後期から旅客機に用いられていたが、国鉄で1966年以降試作、研究が進められ、長期間にわたっておぼつ抜き取りをせずに済むことから、1970年代以降の主流となった。この循環式は、硫酸銅系の薬剤を用いるため、洗浄水は青色を帯び、悪臭抑制のための特有の方向が付けられている。 また再利用した水分には大便や便子に起因する固形物が含まれ、従来の陶器製便器では流水管内面の凹凸に付着して、つまりの原因となるため、それよりつまりにくいステンレス構成便器や改良された陶器製便器が用いられるようになった。また1990年代以降、銀色無塗装のステンレス製便器の装飾的に見た冷たさを避ける、 表面に色づき樹脂被覆は施した便器も登場した。FRP 製の便器や簡易水薦式便所に用いられているピストル式洗浄方式を採用しているタイプもある。一部には簡易水薦式便所に用いられているようなフラップ便を設けて便槽からの周期の逆流を防止しているタイプもある。さらに1990年代以降、 やはり航空機の便所で用いられていた、真空式が導入された。便器内の排水便を一瞬開き、その後、圧縮空気の力で汚物を吸引して、汚物タンクに収める方式で、洗浄水は便器を洗浄する、最小限の量で済ませるもので、構造上排水便周りが複雑なほか、洗浄水量が少なく稼働中に汚損が発生する。 循環式と異なり洗浄水の循環使用ができない、不完全洗浄による周期の発生も見られるが、汚物タンクの小型化も可能で、設置場所も便所の真下でなくても良いなど、循環式よりも構造設計の自由度が高いことから、急速に広まっている。家庭用の水洗式便所と簡易水洗式便所を組み合わせたような構造とし、少量の水をあらかじめ溜めておき、 洗浄スイッチ操作時に底面のフラップ弁が開いて、汚物を吸引し、便装周期の低減を図っている。洗浄水には水道水などの無臭タイプが用いられており、循環式のような特有の方向は発生しない。登場初期は流水部分も含めてテフロン加工を施した FRP 製が主流だったが、流れ切らない汚物の発生への対策として流水部分に 表面加工を施したステンレス鋼を使用したタイプの採用もある。他にも水分の未浄化、消毒して排出し、固形分を使い捨ての回収箱に収納されているカートリッジ状のフィルターに止めて、抜き取りの際に脱着して、その後焼却処分するカセット式 JR 西日本の快速、普通用車両で一部を除き多数採用されている。 地上側の処理設備が循環式と比べて簡素化できる利点があるやカセット式類似だが固形分は電車床下,下で電熱焼却処分する方式などが一部で用いられている。いずれも浄化装置は家庭用浄化槽並みの性能を持ち排水は社外に排出するがそれは引用可能なレベルにまで浄化されている。国鉄民営化を迎えた後も 汚物処理のための地上設備を備えられない車両基地があり1980年代末に至っても地方選挙を主として開放式便所の車両は多かったが地方での下水道整備が進んだこと下水道の利用できないエリアでも浄化層の登場や地上設備を要さない車上処理システムが実用水準に達したことなどから1990年頃から JR、私鉄とも 貯留式への改造や車両取り替えが進められ、2002年頃までに日本の列車から開放式便所はほとんど姿を消した。この結果、日本は広い鉄道網を保つ国としては開放式便所を廃絶した世界でほぼ最初の国となった。JR 東日本と JR 東海、JR 西日本ではトイレの設置場所が逆になっており、 東海道本線内において、JR 東日本は海側、JR 東海213系5000番台のみ、海側、JR 西日本は山側に設置している。また、JR 東海の電車は大阪方の車両、機動車、キハ25系、キハ75系は東京方の車両にある。JR 西日本115系では3.4両編成は、下関、三原、 府中、信号、宇野、小島寄りの車両、下り向き先車、二両編成、福知山電車区 R 編成、岡山電車区 G 編成、下関総合車両所、運用研修センター T 編成は、岩国、瀬戸、万州阿高、東舞鶴寄りの車両、上り向き先頭車と編成により異なる。JR 九州では、鹿児島本線の場四百十五系、百十一 軽および817軽の2両編成は八代、あるいは川内よりの車両、813軽および817軽の3両編成は、文字工よりと編成により異なる。ヨーロッパの列車トイレは、水薦式の設備が多いものの高速列車以外では、タンクを備えた、貯留式による処理は、まだまだ少ない。 フランスの TGV は高速走行のため真空式のタンク貯留方式の列車トイレを備えている。ドイツのアイスも高速走行のため真空式のタンク貯留方式の列車トイレを備えている。イタリアのユーロスターイタリアの車両では旧式のイター450では推薦式ではあったが汚物は垂れ流しとなっている。イター500フレッチャビアンカでは推薦式で 汚物処理用のタンクも備えられいる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。